B-26 JM マローダー飛行する B-26B-55MA42 から96142号機 B-26 マローダーはマーティン社が開発し第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空隊で運用された爆撃機。米陸軍航空軍における愛称のマローダーとは略奪者の意である。同時期に開発された B-25 ミッチェルより高速性能などで勝っていたが操縦の難しさから初期型では事故が多発し乗員にはマーダラー、キラープレーン、微動メーカーと呼ばれて嫌われたその結果 B-25 に比べて生産数や運用国の数で大きく差がつく結果となった1939年1月にアメリカ陸軍航空隊から出された新型高性能 爆撃機の使用に対して、マーチン社が計画、開発したのが B-26 である。計画書は特に速度性能を重視しており、当時の爆撃機に比べて、円形断面で、粒型の胴体を持ち翼面荷重の高い高翼機となっていた。これが陸軍当局の要望と一致したため、本機は試作機なしにいきなり1100機の大量発注を受けることとなった。 1940年11月に量産第1号機が初飛行した。この機体は最高速度時速 508km という高速を出した。しかし、新型機に対する訓練機関が必要だったため、実際に戦場に登場したのは第二次世界大戦中の1942年に入ってからとなった。爆弾を投下する。 B-26B g u フランス軍の B-26BB-26 は高速で、重武装かつ防御力の優れた爆撃機だったが、高速力を目指したために、翼面荷重が高くなり、操縦はかなり難しく、また、着陸速度は時速 200km を超えるなど危険な航空機であった。このため離着陸時や低速飛行時の事故が続発し、 最初の生産型である B-26A は一時生産中止になった。その後改良を加えた型である B-26B が開発され生産が再開された。この型は武装と装甲も強化されており、B-26 各型のうちで最も多く生産された。 この後も主翼面積を増大させたり迎え角を増加させたりするなどした改良型が作られ第二次世界大戦では主にヨーロッパ戦線で使用されたヨーロッパ戦線では高い生還率を誇ったものの同時期に運用された B-25 ミッチェルと比べると運用し辛かったため必ずしも現場での評判は高くなかったまた一部の方は魚雷を 同体下に装備することもでき、対艦攻撃機として、対日戦のミッドウェイ海戦やニューギニア方面などで用いられたが、投入機数が少なかったこともあり大きな戦果を上げることはできなかった。第二次世界大戦終結後もしばらく運用されたが、1948年には全機退役している。第二次大戦中には連合国のイギリス軍や自由フランス軍に対しても、 レンドリース機として相当数が供与された。なお、1961年に発生したピックスワン事件で亡命キューバ人部隊に供与され、実戦使用されたのは本機ではなく1948年の機種、区分変更以前は A-26 インベーダーと呼ばれていたダグラス社製の航空機である。標的機を栄光する JM 陸軍だけでなく海軍でも本機を 訓練支援機や写真偵察機として使用した。アメリカ海軍では本機を JM の故障で上院訓練、標的栄光などを行う汎用機として採用した。1943年から1944年にかけて合計225機が引き渡された。これらは B-26C をベースにして不要な武装を撤去し標的栄光装置を備えた。 射撃訓練、標的栄光機であった。この中の数機は、航空カメラを装備し写真偵察機として使用された。これとは別に、1945年に、陸軍から TB-26G を47機、上渡され、訓練と標的栄光に使われた。これらの機体は、太平洋戦争の終結とともに退役し、その後は、 ミサイル標的の栄光機として利用され運用を終えた。ありがとうございます。